イランの政治を規定するイランイスラム共和国の生態は、統治原理の根幹をイスラームに置く立憲共和制、すなわちイスラーム共和制である。政治、経済、社会のあり方は、1979年12月憲法及び1989年改正憲法に定められたものである。憲法では同時にイスラム教シーア派、 中にイマーム派のオスウリー学派を国教と定めている。キリスト教、ユダヤ教、ゾロアスター教の市民は、非選挙権などを一部制限される二級市民として、一定の権利を保有している。バハイ教徒、無神論者などは、国内での生活自体を認められていない。イランイスラーム革命後、イランは8年に及ぶイランイラク戦争。 国内的政治闘争と相乗経済的混乱などの苦難に直面した。初期の体制は、政治的相乗アメリカ合衆国に対する反発が招き、アメリカ大使館、人質事件などに特徴づけられる。これによって合衆国は、イランと断交、以降、イランにおける、合衆国利益代表をスイスが代行している。 革命後速やかに革命に参加した勢力の間での権力闘争が始まり、1982年半ばまでにホメーニーの弟子の方学者たちが中核となって結成されたイスラーム共和党が三権を掌握した。はじめに中道派がついで左派を排除され、聖職者とその支持者の身が権力の座に残った。国内的な過激主義は軽減された。 イランの支配的政党は、イスラーム共和党であったが1987年に、解散。一行、1994年第5期議会選挙の際に、建設放棄社団が決闘されるまで事実上、無政党状態であった。建設放棄社団は主に、当時の大統領アクバル・ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーに、近い官僚集団から形成されていた。 1997年選挙で、モハンマド・ハータミーが大統領に就くと、改革派側とこれに反対する、保守強硬派を中心に、多数の政党が活動を開始。さらに強硬派を含む、様々な集団が政党としての公式活動を始めるに至る。反政府政党としては、ごく少数の、武装政治集団があり、これには、モジャーヘディーネ・ハルグ。 フェダイヤーネ・ハルグ、クルディスタン民主党などがある。その他の政党については、イランの政党の一覧を参照。市民の間に浸透した、革命防衛隊、秘密警察、ムタワなどの存在が、反政府的な動きを抑制してきたが、2017年12月に、続いて2019年11月には、国内各地で、デモが頻発し、死者400人以上。 逮捕者1000人以上出す規模となった。ハサン・ロー・ハーニー大統領の他最高指導者、アリー・ハーメネイ医師や聖職者に対する批判も見られるようになっている。最高指導者は、イラン・イスラーム共和国の全般的政策、方針の決定と監督について、責任を負うとされる。任期は終身。最高指導者は、イラン軍及び革命防衛隊の最高司令官で、 あり、イスラーム共和国の諜報機関を呼び、治安機関を統括する。戦線布告の権限は最高指導者のみに与えられる。他に、大統領の解任権、最高司法権長、国営ラジオテレビ局総裁、イスラーム革命防衛隊総司令官の任免権を持ち、監督者評議会を構成する12人の議員のうち6人を指名する権限がある。最高指導者は、 専門家会議が法学上の資格と社会から受ける尊敬の念の度合いに基づいて選出、罷免するが、これまで罷免の例はない。専門家会議は法的義務の施行における最高指導者の監督に当たる。ホメーニーの法学者の統治の理念に基づくポストであり、必ずイスラム法学者が任命される。大統領は憲法において、 最高指導者に次ぐ、工事官職と定義される。大統領は15歳以上の国民による直接普通選挙によって選出され、任期は4年。連続しての参戦は禁止。ただし大統領選立候補には監督者、評議会による審査と承認が必要であり、現行のイスラーム共和制の生態そのものに、批判的な候補は立候補自体が認められない。また、 第四大大統領を務めたラフサンジャーニーが2013年の大統領選に立候補を届け出たが認められなかったように体制それ自体に批判的でなくても不明瞭な理由で立候補が認められないことがあるこのようなプロセスにより通常事前に10人以下にまで候補者が絞り込まれての選挙となる審査の不透明性には批判があるが 改革派と保守派の候補を最低一人ずつは用意しておくことが慣習化しており、そのため改革派のハータミーが圧勝した1997年の選挙のように事前の予想を裏切る結果がもたらされる場合もある。最高指導者の選権事項以外で執行機関たる行政府の長として憲法に従って政策を執行する。大統領は就任後閣僚を指名し、 閣議を主催し行政を監督、政策を調整して議会に法案を提出する。大統領及び10人の副大統領と21人の閣僚で閣僚評議会が形成される。副大統領、大臣は就任にあたって議会の承認が必要である。また他国の通例とは異なり、イランの行政府は軍を統括しない。情報大臣、防衛大臣は 大統領の指名によるが、議会信任のための名簿提出前に、最高指導者からの明白な承認を得るのが慣例となっている。現行のイランの立法府は一員制である。イスラーム革命以前は二員制であったが、革命後の新憲法により上院は廃止された。議会は、マジュレセ・シューラー・イエスラーミーという。議員は、任期4年で290人からなり、 国民の直接選挙によって選出される。立法府としての権能を持ち、立法のほか、条約の批准、国家予算の認可を行う。議会への立候補にあたっては監督者評議会による審査が行われ、承認がなければ立候補リストに掲載されず、そのため、イスラーム共和制の生態それ、自体に会議的、批判的である候補者は事実上立候補自体が、 認認められれないいいまた議議会会にによるる立法ののずれについても監督者評議会の承認が必要である日本語の報道では国会とも表記される。監督者評議会は12人の法学者から構成され、半数を構成するイスラーム法学者6人を最高指導者が指名し、残り半数の一般法学者6人を最高司法県庁の指名する候補から議会が、 選出する。監督者評議会は憲法解釈を行い、議会可決法案がシャリーアにかなうものかを審議する権限を持つ。従って議会に対する拒否権を持つ機関であると言えよう。議会可決法案が審議によって憲法あるいはシャリーアに反すると判断された場合、法案は議会に差し戻されて再審議される。 選挙候補者の立候補資格審査における監督者、評議会の権限行使は、極めて厳格に過ぎる、憲法解釈であるとする批判がある。公益判別会議は、議会と監督者評議会の間で不一致があった、場合の仲裁を行う権限を持つ。また最高指導者の諮問機関としての役割を持ち、国家において、最も強力な機関の一つである。 最高司法検庁は最高指導者によって認じられ、最高裁判所長官及び、検事総長を認じる。一般法廷が、通常の民事、刑事訴訟を扱い、国家安全保障に関わる問題などについては、革命法廷が扱う。革命法廷の判決は確定判決で、上訴できない。また、イスラーム法学者特別法廷は、法学者による犯罪を扱うが、 事件に一般人が関与した場合の裁判もこちらで取り扱われる。イスラーム法学者特別法廷は通常の司法体制からは独立し最高指導者に対して直接に責任を持つ。同法廷の判決も最終的なもので上訴できない。専門家会議は国民の選挙によって選出される善良で白式な86人のイスラーム。 知識人から構成される。任期は8年で、1年に2回最低2日、召集される。選挙の際は、大統領選、議会選と、同じく監督者評議会の審査と承認を受けなければ、ならない。監督者評議会は、第一期専門家会議の認可による法令に基づいて、筆記試験により、立候補者のイジュティハード資格を確認する。 憲法の規定に基づき、専門家会議は最高指導者を選出、罷免する権限を持つ。2004年2月20日の第7期マジュレス選挙は、内務省の発表によれば、投票率50%で、これは1979年以降の総選挙で、最低率となった。これについて監督者評議会には、意見があり60、60%近くであるとしている。 同選挙での得票率は保守派が54%、改革派が14%、独立系が34議席となった。また60議席分は2004年5月の決選投票に持ち越された。選挙戦の前段階では80人の現職議員を含む多くの改革派候補が監督者評議会の立候補資格審査で失格となっている。これに抗議して、 マジュレスでは100人近い議員が3週間にわたって座り込みを行って抗議したが確たる成果はなく約120人の議員が辞職。主要改革派政党、集団はボイコットではないものの本選挙には参加しないとの声明を発した。だがこれは改革派の分裂につながっただけで、ハータミー大統領の属する戦う宗教学者集会は、 選挙への参加を示すことになった。イランの軍事は国軍及びイスラーム革命防衛隊からなり、前者が主に国境防衛、後者が国内治安維持を担う。イラン全土は30の州からなる。これについては、イランの州を参照。州の長はオスタンダールである。州はさらに軍、地区、村に分かれる。イラン地方協議会は、イランの、全市。 全行政村において普通選挙によって選出される。任期は4年。イランイスラーム共和国憲法第7条によれば国家の意思決定、行政機関に区分される。地方評議会選挙が初めて施行されたのは1999年で、この時憲法道場が施行に移されたと言える。地方評議会は市長の選任をはじめとする諸々の責任を負い、 地方政府の活動を監督する。すなわちそれぞれの地方の経済、文化、教育、健康、社会、福祉などで必要とされるものを調査し、国家のこれら政策への参与を計画、調整する。現行の選挙法によれば、監督者評議会は、ほとんどの国政選挙を監督し、立候補者の審査を行うことになっている。 監督者評議会12人の構成員のうち6名はイスラーム法学者で最高指導者に指名され、残る6名はマジュレスが最高司法県庁の指名者の中から選出する。最高司法県庁は最高指導者が任命する。また監督者評議会は最高指導者を選出し監督する専門家会議の候補者の審査を行うこととなっている。 上記から改革派はこの制度を閉じた権力循環であるとする。例えば、モハンマド・アリー・アブタヒーなどは、これをイランにおける改革運動の法的障害の中核であると考える。これに対して保守派は権力循環の存在を否定する。監督者評議会と専門家会議の構成は、人間の自由意志と同様に常に変動があり、いかなる制度にも存在する権力の チェックバランスを形成しているとする。この制度の核となる監督者評議会による選挙の監督の実際の思考については憲法に明記されたものではなく、また議会と専門家会議の審議を通過した一般法によって規定されているものでもない。したがって解釈によって理論的に制度が変更される可能性はある。しかしながら、 多くの政治家による努力があったものの、専門家会議の大多数を形成することはなく、制度変更はこれまで行われていない。CP、エコ o s カップ FAO、G-15,G-24,G-77,IAEA、IBRD、ICAO、ICC、ICPO、i クム IDAA、IDB、IFAD、IFC、 イフクス、イホ、ILO、IMF、IMO、so,、インマルサット、インテルサット、IOC、IOM、ISO、ITU、ナム、OIC、OPCW、オペック、PCA、SCO。UN、アンクタッド、ユネスコ、UNHCR、ユニード、UPU、WCL、ホコホフトゥ、ウェフ、フー、WMO、WTO だけ、レイ。 ヒドニラン、パラドックスパワーインザイスラミックリパブリック、ニューヨーク、ISBN 9780805079760。ありがとうございます。